このビデオでは法案上達法についてお伝えします。簡単な練習をするだけで格段に法案が上達する方法をお伝えしますので、必ず最後までご覧ください。法案は左手で回しながら出てくるあんこを右手指で押さえて、このように法案していくわけですが、大切なのはこの手の回しです。このくるくるくるっていう回しなんです。で、これの練習を何でするかというと、ゴルフボールです。このゴルフボールがなければピンポン玉でもいいです。ただゴルフボールの方が重いので、実際に近いのでゴルフボールの方がいいのですけれども、ピンポン玉でも構いません。で、このゴルフボールを左手に持ってくるくる回してあげるとちょうどいい練習になります。 45g ぐらいのおまんじゅうとか練り切りとかを法案する練習としては、このゴルフボールが非常に効果を発揮します。ちょっと地道な訓練ですけれども、上達は早いので、ぜひやってみてください。